吉野家、親子丼の販売を終了へ。牛丼チェーン大手の吉野家の親子丼が、間もなく販売終了になると発表されました。食材がなくなり次第、販売を終了します。とのことで、期間限定商品だった模様です。10年ぶりの復活ということでしたが、セミナーでの不適切発言で、新商品発表会が中止となったりしつつも、売れ行きは好調だったようですね。 NHK メディア総局長が謝罪。NHK の林家メディア総局長が NHK のスタッフが尾瀬国立公園内で撮影を行った際に一般客を足止めさせたとする問題について本当に申し訳ないことと謝罪しました尾瀬国立公園内で NHK の撮影スタッフが「ただいま NHK の番組の撮影中です」「10分少々お待ちください」などと書かれたボードを掲げる写真がネット上で拡散され物議を醸していました 兵庫・尼崎市全市民の個人情報が流出した恐れ、業者が USB メモリー紛失か、兵庫県尼崎市が、全市民約46万人の住民基本台帳の個人情報が流出した恐れがあると発表しました。流出した恐れがあるのは、住民基本台帳データや、住民税に関する約36万人の情報、それに生活保護受給世帯などの口座情報など、臨時特別給付金の支給などを請け負った外部業者が、 個人情報入入りり、のの USB メモリーををに入れて持ち帰り飲食店でで紛失したとのことこす。ロシアウクライナ支援国をサイバー攻撃か米マイクロソフトが今年2月のロシアのウクライナ侵攻以降ロシア政府のハッカー集団がウクライナ支援国にもサイバー攻撃を仕掛けていると発表しましたウクライナを除く42か国の128組織がロシアによるサイバー攻撃を受け 攻撃対象は大半が政府だがシンクタンクや人道支援団体重要なインフラ業者も含まれているそうです泉ピン子橋田壽賀子の遺骨を海みには嘘だった泉ピン子さんが故橋田壽賀子さんの35万円葬儀や散骨などについて語っていることについて関係者から「何から何まで事実と違う」。 怒りの声が上がっているそうです。ピンコさんの話は何から何まで事実と違います。なぜこんな出まかせばかり言うのか。海への散骨自体、とんでもないとのことです。もし全部出たらめなら、なんでこんなこと言うんでしょうね。東京インテリア家具に公正取引委員会立ち入り検査。家具販売の東京インテリア家具が。 自社の店舗に納入業者の従業員を無償で派遣させるなど独占禁止法違反の疑いで同社への立ち入り検査を行った模様です新規出店の際家具メーカーや卸売業者などに従業員を無償で派遣するよう求めて家具などの陳列作業をさせていた店舗でのセール時には納入業者に協賛金として費用の一部を負担させていた疑いがあるそうです立場を利用したよく聞く話ですね 放流時のクラウドファンンディング、わずか8日で1億円突破世界遺産の放流時が開始したクラウドファンディングが開始からわずか1週間で1億円に到達したそうです1億円到達時の支援者は5111人予想以上の反響に返礼品が足りなくなってしまうという事態になっているそうです嬉しい悲鳴とはこのことですね吉野家 親子丼の販売を終了へ牛丼チェーン大手の吉野家の親子丼が間もなく販売終了になると発表されました食材がなくなり次第販売を終了しますとのことで期間限定商品だった模様です10年ぶりの復活ということでしたがセミナーでの不適切発言で新商品発表会が中止となったりしつつも売れ行きは好調だったようですね NHK メディア総局長が謝罪。NHK の林理恵メディア総局長が、NHK のスタッフが小瀬国立公園内で撮影を行った際に、一般客を足止めさせたとする問題について、本当に申し訳ないことと謝罪しました。小瀬国立公園内で、NHK の撮影スタッフが、ただいま NHK の番組の撮影中です。10分少々お待ちください。などと書かれたボードを掲げる写真がネット上で拡散され、物議を醸していました。 兵庫県尼崎市全市民の個人情報が流出した恐れ、業者が USB メモリー紛失か、兵庫県尼崎市が全市民約46万人の住民基本台帳の個人情報が流出した恐れがあると発表しました。流出した恐れがあるのは、住民基本台帳データや住民税に関する約36万人の情報、それに生活保護受給世帯などの口座情報など、臨時特別給付金の支給などを請け負った外部業者が、 個人情報入りの USB メモリーをカバンに入れて持ち帰り、飲食店でカバンを紛失したとのことです。ロシア、ウクライナ支援国をサイバー攻撃か。米マイクロソフトが今年2月のロシアのウクライナ侵攻以降、ロシア政府のハッカー集団がウクライナ支援国にもサイバー攻撃を仕掛けていると発表しました。ウクライナを除く42カ国の128組織がロシアによるサイバー攻撃を受け、 攻撃対象は大半が政府だがシンクタンクや人道支援団体重要なインフラ業者も含まれているそうです泉ピン子橋田壽賀子の遺骨を海みには嘘だった泉ピン子さんが子、橋田壽賀子さんの35万円葬儀や散骨などについて語っていることについて関係者から「何から何まで事実と違う」。 怒りの声が上がっているそうです。ピンコさんの話は何から何まで事実と違います。なぜこんな出まかせばかり言うのか。海への散骨自体、とんでもないとのことです。もし全部出たらめなら、なんでこんなこと言うんでしょうね。東京インテリア家具に公正取引委員会立ち入り検査。家具販売の東京インテリア家具が。 自社の店舗に納入業者の従業員を無償で派遣させるなど独占禁止法違反の疑いで同社への立ち入り検査を行った模様です新規出店の際家具メーカーや卸売業者などに従業員を無償で派遣するよう求めて家具などの陳列作業をさせていた店舗でのセール時には納入業者に協賛金として費用の一部を負担させていた疑いがあるそうです立場を利用したよく聞く話ですね 放流時のクラウドファンンディング、わずか8日で1億円突破。世界遺産の放流時が開始したクラウドファンディングが開始からわずか1週間で1億円に到達したそうです1億円到達時の支援者は5111人予想以上の反響に返礼品が足りなくなってしまうという事態になっているそうです嬉しい悲鳴とはこのことですね